ブーン。こんにちは、ミントです。先日行われた2021年の F1 第10戦イギリスグランプリは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンとメルセデスのルイス・ハミルトンとの間で大きな遺恨を残す形で終わってしまいました。二人のこの接触劇からもわかる通り、緊張状態もマックスとなり、いよいよタイトル争いも佳境を迎えたと言えるでしょう。スチュワードはイギリスグランプリのハミルトンの行為に対し10秒のタイムペナルティーを与えており、二人の接触劇ではハミルトン側に非があったと公式に認めた形となっていますが、そのペナルティーをものともせずハミルトンは優勝し、レース後には喜びを爆発させました。レッドブルとマックスはハミルトンのこの行為にブチギレし、多くのファンからも反感を買ってしまいました。そんなハミルトンに対して新たに追加ペナルティーが課される可能性が出てきたといいます。今回は FIA 側はどのような見解、答えを出すのでしょうか。2021年の F1 はレッドブル・ホンダのマックスとメルセデスのハミルトンのタイトル争いはペナルティーの解釈によって決まると言っても過言ではないほど、過去に類を見ないシーズンと言えるでしょう。今考えてみれば、開幕戦バーレーングランプリのターン4のトラックリミットからそれは始まっていましたよね。30回近くそのターン4でトラックリミット違反をしていたハミルトンはノーペナで、そのハミルトンを抜いた際の1回のトラックリミット違反でマックスはハミルトンに順位を譲り、そのまま2位でフィニッシュしました。 FIA のレースディレクターはその時に誰もがわかるような解釈、説明、ペナルティーを明確に示す必要があったのではないでしょうか。その後も不可解なフレキシブルウィングの基準を変え、新規制の適用、謎のピットストップの新規制の導入に踏み切るなど、可能な限りレッドブルホンダの優位性を奪おうとしているような動きを見せています。これらのレギュレーション変更、不可解なペナルティーでは明らかにメルセデスが不利になることはなく、レッドブルホンダをターゲットにしているように見えてしまうのです。当初ピットストップの新規制はハンガリーグランプリから導入される予定でしたが、ハンガリーの次のベルギーグランプリからの導入に変わりました。この新規制ではコンマ数秒の違いでその後のペナルティーにつながる場合もあるため、もしかしたら導入後はさらに不可解なペナルティーが増える可能性があるかもしれません。ペナルティーに関しては与えられることが問題ではなく、全く統一されていないことが問題ではないでしょうか。直近のグランプリを見ても、イギリスグランプリでのマックスとハミルトンの接触ではハミルトンに10秒のタイムペナルティーが課せられましたが、スプリント予選のレース1周目ではサインズと接触したラッセルは決勝でのサングリッド降格ペナルティーとなっています。皆さん、この2つのペナルティーの違い説明できますか？多くの F1 関係者はマックスとハミルトンの接触はレーシングインシデントという見方をしています。ということはサインズとラッセルの接触もレーシングインシデントと言えるかもしれません。ラッセルはこう語っています。僕は接近戦による激しいレースはドライバーにとってもファンにとってもいいことだと思っている。しかしこれほど多くのペナルティーが出されるようになると、ドライバーの考え方、アプローチも変わると思う。特に直近の2レースではペナルティーがかなり多く出されている。ペナルティーに値するかどうかの間には幅があるから、彼らの考え方を理解する必要がある。このようにドライバー自身も不可解なペナルティーが乱立している今の F1 では思いっきりバトルができなくなると心配しているのです。近年の F1 はマシン自体に様々な規制を設けて現在に至っていますが、そこにこのようなペナルティーが増えてくればファンは離れるのではないでしょうか。今年2021年はホンダのラストイヤー、そして7年ぶりの日本人 F1 ドライバーが誕生したということもあり、 F1 から離れていたファンも少しずつ戻っていたと思いますが、彼らの中にはやっぱり F1 はつまらないと思うようになった方もいることでしょう。
イギリスグランプリで大破してしまったマックスのマシンの修理費は約2億円と言われており、ホンダのパワーユニットもダメージを受けているといいます。つまりレッドブルホンダのダメージは甚大で、それが今後のシーズンにも響く可能性もゼロとは言えないのです。レッドブルは FIA に対し2台の接触についての再審査の請求をしており、ハミルトンに与えられたペナルティが不十分だったと不満を表明しています。レッドブルは FIA にフレキシブルフロントウィングの抗議もしていますが、 FIA はこれを豪快にスルーしていますが、さすがにマックスが病院送りにされ、レッドブルが甚大な被害を被ったイギリスグランプリの件はスルーできなかったみたいですね。ハンガリーグランプリの直前の7月29日に両チームそれぞれ3名がビデオ会議に参加し、そこで最終結論が出されることとなりました。先ほどご紹介したラッセルの件では、接触したサインツがピットに戻り最後尾になったことで、その結果がペナルティに反映されたと語っていますが、マイケル・マッシュはハミルトンの場合、相手の結果をペナルティに反映しないと語っています。となると、この再審議では現実的にハミルトンに対する追加ペナルティは出されない可能性も高いですが、過去にレッドブルに対して同じようなちょい当てを繰り返していたハミルトンに対しての警告となりそうです。今回の2人の接触では、お互いは今後も今のやり方を変えないと考えていると思いますが、実際にそのような場面になった時の2人の動きに注目ですね。マックスには今の攻めの姿勢を変えてほしくはないですが、長い目で見たら時には一歩引くことも重要かもしれませんね。今年の F1 でのペナルティの多さ、不可解さを見ていると、なんだかドライバー以外のある人物が結果を操作できると思ってしまいます。 F1 はエンターテインメントとも言われますが、自動車レースの最高峰を歌っているのであれば、政治で全てが決まるのではなく、純粋なスポーツというのを全面的に出していく必要があるのではないでしょうか。皆さんは今シーズンの残りのレースでもこのような不可解なペナルティが乱立すると思いますか？このままだと F1 は完全に違うスポーツになるのではないでしょうか。すごい速いスピードの中、瞬時に何かしらの判断をするのって難しいですよね。それに加えて、あれは良くてこれはダメと統一されていないルールがあると全力でレースできないと思うので、きちんとしたルールを決めてほしいと思ってしまいますね。それでは次回のクレアの衝撃を楽しみに。おやすみと。